週ツーマンライブイベントありがとうございました。じゃあさらっとちょっと感想の方一言言っていただけませんかね。ですね、水木くんいかがでしたか。はい、なんかね、普段ツーマンって結構なんかバチバチしそうなイメージあるんですけど、はい、本当にほがらかに楽しく一日過ごさせてもらってとても楽しかったです。100点満点。みーちゃんいかがでしたか。はい、あのお弁当が美味しかったです。あれね、美味しかったね。会長いかがですか。カバーがね、うん、やっぱ普段やることがないから楽しかったです。ね。会長いかがでしたか。まあ、そうですね、その黒アゲハできたのが嬉しかったのと、あのファンの子たちがなんか仲良さげだった。混ざり合って、まあ、雰囲気がね、そうそう感じがしました。ありがとうございます。嬉しかったしね。ありがとうございます。それで今日はお邪魔してるから、はい、僕のことよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ我々お互い10周年じゃないですか、はい、ね、まあ、10周年頑張ってきたということで、うん、ちょっとまあ自分たちを褒めてあげてもいいんじゃないか、うん、いいよということで、それぞれにこの前の企画で1万円まあプレゼントしたらね、はい、さすが100万円じゃなくて、はい、どうよ。純ちゃんその見たがあの話したからね。あと6とケンスか。すいませんでした、本当は。純ちゃんが後でスバル話がある。じきじきに。はい、ということで、まあ、その1万円を使ってじゃないんですけど、ちょっと可愛い企画用意してます。全員でプレゼント交換。ここにね、1番から9番まで、それぞれにねプレゼント用意していただいたので、こちらにある抽選箱から引いていただいて、はい、ドックのメンバー、ロイズのメンバー全部ごちゃ混ぜで一個一個引いていって、はい、嬉しいなーっていうまず対応したいと思います。でもうちょっと YouTube 的にはそれじゃ面白くないので、なんとここに評価シートというひどいプレゼントを評価しますでもその気持ちを評価しましょう、点数にしましょうということで1段階、5段階評価1段階評価はないよ。まあ全員で採点いたしまして、はい、ちょっと、最下位の4人の方には、はい、4人ワースト4の方には、はい、ちょっとまあ苦しい罰ゲームをありがとうございます。せっかく用意していただいてすいませんけども、どう用意していただいて早速、はい、遊んでいきましょう。じゃんけんの結果ですね、水木くんから、時計回りに解放していきたいと思います。じゃあ早速水木、はい、よろしく。はい、あのもう聞く前になんか一つなんかゴミ袋見てる。誰も言ってなかった、うん、誰のかわかんないけどゴミ袋みたいな。もうそれだけは聞かないように治安悪い感じ。治安悪いことだけは言っちゃうときゃやめたいな。よいしょ、ドン。はい、お3番。3番プレゼント。よっしゃ、免れた。早速免れた。ちなみにこれ4番。あー、惜しい。これ3番。これちなみにね、僕からのプレゼント。これからだ、絶対当たりでしょ。あ、これもしかしてあれじゃない、この間行ってた沖縄、自分の生誕ライブで沖縄に行ったんですけども、その時に可愛いなと思ったお土産を、おー、これは買ってきたんで、じゃあ早速デデン。これはガマグチのサメの顔をしたチュラウム水族館限定のポーチです。かわいい。やっぱツアーとかやっぱり多いと思うんで、ちょっとお出かけするというかコンビニ行くときに、まあちょっと財布持っててなくしてもカードとかめっちゃくさいやん。しかもここにつけられるやつ、そっちネックストップでも多分ついてる。あ、じゃあ下げることもできる。そうそう、下げることもできる。ライブ中も下げとけよ。嬉しい嬉しい嬉しい。ピッ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 。今日もちょうどグレーの服着てる。つけないよ、つけない。あ、つけてる、つけてる。水木のためにある。そうそうね、水木くんサメ好きだしね、顔に似てるもんね。はい、あ、かわいい、すごいかわいい、かわいいじゃん、かわいい。これはいい、よかった、喜んでもらいました。はい、愛用させていただきます。ありがとうございます。やった。後でサインもらっちゃうから。インスタ、インスタ来てください。せっかく買ってきたプレゼントに点数つけてはい、はい、ということでじゃあジュンジュンさん、はい、抽選箱から1枚お願いします。ジュンさん、その前メロやばいっすね、結構かわいい。お、8番。8番、こちらですね。お、渋めの渋いね。ブラウンって言われてますけど。ブラウン、ブラウン、結構ヒゲ剃り、ヒゲ剃りする。
ちっちゃめの。あ、なんだ、ルキージェルか。これ僕です。お、そうだから。ビオリンワンなんですけど。あー、ビオリンワンの基準が。やっぱツアー中、ね、時間とかないと思うんで、早くしたいじゃないですか。白いやつ塗って、なんか、何、白いやつ塗って、あー、まあ、ね、ジェルスデーとか大変なんで、ちょっとオールインワンでキャスは頑張ってほしいな。ちょっともね、肌のお手入れにはね、もう何もやんないからしかもジュンちゃんあれなの、時間を大切に使いたい。そうそうそう。あー、じゃあびっくりみたいな。ありがとう。ありがとうございます。今座った。そうそう、あ、今のとこなんかあれだね、バッチリ来てる、ちゃんとしてる。いい感じ、ね、なんかもっとえげつないこと言う。はい、早速じゃあ次のプレゼントいきましょう。じゃあ、はい、ハンナさん、はい、抽選ばっかり1枚よろしくお願いします。自分の当たっちゃう。自分の当たったらちょっと、ね、寂しい。辛いな。これじゃあ6番です。こちらの岡田屋って書いてる。岡田屋。これちなみにどなたのプレゼントで。はい。あ、メンバー同士で。メンバー同士で。これ近いや。別に日々渡せたい。これは髪のトリートメントです。ああ。これはね、めっちゃ嬉しい。一応みんな髪の毛さ、結構まあ、ビジュアル系バンドマンで染めたりするから、カンさんも明るいし、だからこれはね、すぐキャリーに出る。もう、こういうのやと爆発しないじゃないですか、キャリーに出る。そうそうそう、爆発するの。たまにこう、そう、あ、蓋が開いちゃったりとかね。俺よくキャリー開けるとシャンプーの匂いするみたいな。わかる。しかも沖縄から帰ってたら爆発しない。みんなに使えるかなと。あ、確かに素晴らしい。はい、どうぞ。すごいね、ちゃんとちゃんとしてる。ちゃんとして大人だわ。続いてメイくん、抽選箱からよろしくお願いいたします。お前この血の悪い服はどこ。1番。お、1番。お、1番は1番。あ、1番、別の場所。え、わ、何、ここに置けない、土地なんだ。土地なんだ。土地ここに置けないって特大のなっちゃう。でも1100円以内ですから。レタス1100円っていうの守ってるんですか。まあ、守った人いる。大体コメで1200円ぐらいやったんで、ちょい、ちょい超えた。ちょい、ちょい、ちょい、ちょい超えた数字。あ、じゃあ、みんなちゃんと守ってる。お、戻ってきた。うわ、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 元気。10周年おめでとう。失敗です。俺、ドット&ロイズにすればよかった。めっちゃ失敗だから、あ、話してあげてよ。この間、じゃあ先日誕生日だったスバル。あー、ロイズ10周年おめでとう。おめでとう。おめでとう。どうして、あ、どうして、あ、じゃあ一緒に、一緒にしてます。せーの、ふぅ、イエーイ。これね、これね、すごいイチゴがなんかあれなの。うまい。せっかくプレゼントするんだったら食べたことないものを食べてほしいなと思って。はいはい。これ白いイチゴの一切れ2000円ぐらい。やば。確かにイチゴ白いなって思ったけど、多分ね、日本で一番美味しいと思ってる。ちょっと俺もちょっといただきます。あ、そういうわけじゃない。うわ、すごい素敵。なんか用意してくれてプレゼントが持ってよもやね。エロいな。エロい。発想力がすごい。ケーキはなかったな。あんまりさ、形に残んないのに思い出でいいかなと。なんか白いのにすごい甘い。何イチゴ。白いちご。黒アイハルね。じゃあ続いてはるくんお願いします。まずまず声聞こえるけど、あんまりやばい。はいはい、よかった。5番。お、5番。5番大きい。大きい。あ、重っ。ちょ待って、重っ。鉄、本当に重いですよ。重いよこれ。レンガ。そういう重さだ。ちなみにどなたかの。これは僕です。あ、いや、うわ、これ期待度マックスですよ。僕は実用的なもの。クヤめちゃんこ重いよこれ。重いよめっちゃ。あ、なるほど。はいはい。うわ、はい、
間違いない。すっげえダブルレモンオンリー。2ケース。おすごい。やったー、これいいな。キャリーに入れよう。でも俺爆発しない。爆発しない。鍵開けたらストロング全部すぐ酔える。開けた瞬間に酔える。すぐ酔える。ありがとうございます。素晴らしい。あれ追いすぎないのか。うわぁ引いたつもりでいたわ完全に。じゃあスバルさん、ちょっとバー僕聞かせていただきたいと思います。怖いな怖いな怖いなと思ってるんですけどね。怖いな怖いな。2番でうわぁ目の前の手前。おこれこの和風な感じの。ちなみにどなたか、これ僕ですね。おメンバーパターン。シラーパスって言われた。メンバーから最近そういうこと沖縄旅行ね、プレゼントされて、さっきの話ありましたけど、ちょっとメンバーからちょっと期待が。乙女の袋に。なんで匂い嗅いでも、いい匂いしそう。紅茶ですね。あー、なるほど。紅茶満時期の限定のやつで。おー、すごい、おしゃれ。紅茶とか結構好きで、今渡しちゃえ。普段やったらこんな紅茶とか買わへんから。そうそう、ありがとうございます。あれするわ。トモヤね、プレゼントセンスあるね。いや俺トモヤくんのプレゼント怖かったんだよな。ブーツおにぎり。何が来るのか分かんないじゃん。ブーツに来い。これ生2番。はい、ということで続いてじゃあ高台さんですね。やばいよ、1枚残り3つでまだ残っているやつが。じゃあ青7番。お、7番。やばい。7番こちらです。このピンクの入れ物ですね。ちなみにどなたからの。はい、あー、好きなの。ちゃんとね、外側もダイソーで買ったから。安い袋から。あ、それをで自分でやってきたの。そう、自分でやってきた。ちゃんとなんかプレゼント交換だから包んだ方がいいかなって。ゆずくん、ぐるぐるしぬいて全然当てない。これ、なんだろう。なになに。あ、夏近いからね。いや、違う。こっから、こっからの季節に花粉。うん、あ、花粉対策。あ、全部花粉グッズや。花粉症。花粉症。最近ね、なんかなろうとしてる。なんか異変が起こってる最近。ぜひ使ってみて。ありがとうございます。わ、すごい。もし聞いたら花粉症っていうことで。これ間もなく春ですから。続いてまいりたいと思います。じゃあトモヤさんですかね。これね、もうあと2つだけですから。4番と9番。はい。引いちゃった。引いちゃった。トモヤさん番号の方4番で。番号が皆さん見た目にとらわれすぎるのでちょっと良くないかな。中身ですか、こちらの。もう持っていない。ここだ。ここだ。ボコボロで持ってない。ここだ。ちなみに、あー、みんな分かってたけどね。なんかスラム街拾ってきた。ボコボロ。じゃあ今回のコンセプトは、そう、トムヤン君と全く同じ。あ、やばい。自分じゃ買わないだろうな。トモヤ君じゃ多分買わないでしょ。確かに。うわ、これあとアリコができるやつじゃん。そう、あ、今流行りなと思って。絶対にチョイスしないだろうなっていう漫画を。これが一番気になるの。そう、俺でも買わない。初めて見たよその漫画。何の漫画ですか。わかりません。やばいな、めっちゃおもろいやんこれ。ボスカさんめちゃくちゃ面白かった。確かに。ありがとうございます。もう見た目で散々いじりました。結構内容でも結構ですね。普通にいいし実用的いいですよね。ちょっとなんか好きなものを詰め合わせてくれたんやなっていうの。これちょっとこの漫画はよくわからない。はい、ということで最後になりました。はい、もう必要ないですけど、形だけの9番です。9番はい、こちらになります。ありがとうございます。じゃこちらちなみにどなたから。カンナさん。おお、想像もできない。ビーターとかしかないよね。あ、いいね。いいね。いいかも。お、加熱式タバコスタンド。アイクスの充電器。アイクスの充電器。ああ、なるほど。クリアさん、じゃあタバコ吸ってますかね。あ、僕タバコ吸ってる。電気のやつか、燃やすやつかで言うと。あ、僕、燃やす。
これ車のドリンクホルダーに置いといたら灰皿になるやつで、で灰皿としても使えるし、あじゃあもう全然灰皿問題なく、でアイコスも運転しながらもう開けたりとか面倒くさい、確かに、しかもアイコスのゴミとかも清掃してくれる、へえ。私見た時クーラーもうやつやつするからちょっとどうかなと思ったけど、もう全然もうバンドのね移動性を使ったらみんな使える、使えるもん、すごい、え、どうしよう、困るなこれ、誰もふざけなかったえ、すごいね、楽しい、今ね、楽しい、今この罰ゲーム、まあ、ここはまだ一応まあ一応まあ採点結果すいませんが、ちょっとワースト4名の方には一応ちょっと用意してるんで、じゃあまあ皆さん全員でプレゼント出したということで、僕はちょっと採点に参りたいと思います。採点いきます。はい、ということで皆様、大変お待たせいたしました。採点結果の方が出ますので発表させていただきたいと思います。まずはですね、第1位の方から、なるほど、皆さんから第どんどん自信ある人いないみんな見なかったから、なかなか手挙げてもあれということで1位発表したいと思います。1位はドッグのハルさん、ケーキです。そうか、これがそうやわ、ダメな、これが40点でした。おおおおおおおということで素晴らしい。1でしょう。続いて、第2位と3位がですね、まあ同点ということで、7で発表したいと思います。ロイズのクイナー、そしてドッグのメイクンでした。ストロングゼロと、トリートメント、ストロングゼロとトリートメント1個目みたいな、髪の毛もトリートメント、すなすな、それははい、お前ら楽しいのはここまでやということで、ここからは、ワースト4位を発表していきたいと思います。あー、ね、怖いでですね、ちょっと発表する前にですね、なん と、ワースト4位が3人いるんですよ。おでその3人の中やっぱちょっと1人で決めたいんで、発表しがちょっとじゃんけんという形で、ああ、ね、そういう心苦しいですけど、はい、発表させていただきたいと思います。ワースト4位1人目はドッグのカンナさん。自信あったな、自信あった、せっかくせっかくさプレゼントの方があってめちゃめちゃほのぼのしてた急に嫌な雰囲気になってきたもう1人のワースト4位はロイズこうだよ。俺今そう、俺はポイントカードまで使った。結構傷つくよね。じゃあ、で続いてワンストよりロイズのスバル。さらにね、さらにね、中ランで買ってきたのに俺5点使ったよ。みんな可愛い可愛い言ってくれたよ。可愛い可愛い、もうみんな一致しない嫌い、怖えな。はい、で、まあこの3人でちょっとまずじゃあじゃんけんして、うん、ワースト4位を決めましょうか。やだな、これ最初はグー最高でしょ、おっしゃっ、そうグーかった、血みどろな争いだった。やだ、しょうな。最初はグー、じゃんけん、はい、うそすいません、カナさん、そうカナさん、良いです。本当に納得いってなさそう。すごい自信あったんでしょ。違う、あのね、いや、嫌なの。あれが嫌なの、罰ゲーム、あーそれが嫌なの、ということで、すみません、ちょっともう進行しづらい結構空気。じゃあ、ワースト3位いきたいと思います。ワースト3位はロイズのトモヤくん。はい、重たくなって空気が重くなってきたぞ。ちょっといや、そうっすよ、ロイズロマンっていう人もおるやろうし、まあ面倒にしそうなの作らんわっていう人もおるかなと思いつつ買ったのはあれ。まあだって昨日まで罰ゲームあるなんて聞かされてない。それ結構ルンルンで選んだよね。うん、罰ゲーム1時間前に決まりました。はい、ということで、ワースト2位発表したいと思います。ワースト2位はドッグの水木くん。あっさっさ、もっと花粉症の人に当たればよかった。まだ花粉症になりかけそうだね。最近耳鼻科に行ったら、うん、血液検査しますって言ってるところで止まってる。ちょっとじゃあ
すごいね、用意してもらったのに悪いですけど、ワースト1位の方を発表したいと思います。ワースト1位は まあこれ順位決めるんだったら違う漫画選んでた。あれ決め手だろうね。あれ決め手だったんだ。コナンとかに。ドラえもんとかコナンとか。読みやすい。読みやすい。ちょっとマニア向けというかちょっとね。はい。4名が決まったということで、はい、罰ゲームの方行きたいと思うんですけども、はい、罰ゲームですね、ちょっとこちらじゃあ持ってきてもらってもいいですか。その前にその100。あ、そうだ。その通りです。まあちょっとまあその1万円をみんなで分けたところ、100円が残ったんで、この100円は1位のハルさんにちょっと。ありがとうございます。もしもし、負けた人にあげなくて大丈夫。あ、かわいそう。はるか、はるか高みから傷口に塩を塗る。ちゅうちゃんの悲しみ100円です。あとでみんな5人で分けよう。100円を20円。よっしゃ。じゃあこちらの、罰ゲームグッズをこちらね、ちょっとユナイトズの YouTube に撮影した。ガチなやつだ。動作確認をした方がいいっていうことをちょっと菊池さんから言われたんで、ちょっと指名なんですけど、ちょっと純次さん、菊池さんがやる。確かに、確かにそういう本人が。じゃあ菊池さんお願いしていいですか。メンバーを守るのがマネージャーが決める仕事ですから。じゃあ菊池さん、右手と左手で戦っていただいて。では準備整いましたので、早速罰ゲーム参りましょう。じゃあ選ばれました、はい、水木さんと純次さんと神谷さん。ほぼほぼどっか。ほぼどっか。怖えな、これ。怖えな。やだな、これ嫌いなんだよな。じゃあすいません、せっかく選んでいただいたのに、自主練も頑張りましょう。はい、行きます。いやー、純ちゃん頑張れ。変な世界に出た。手汗がやばい。水木か水木か、関係ない。来なかった。僕ですわ。しゃあ、自信しかなかったのに負けたっす。普通に負けたっす。悔しい、めっちゃ悔しい。もう一回、もう一回、右手と左手で。おかわり、おかわり。一枚以外全員くれるんですか。無理だ、無理だ。もう一回、じゃあすいません。カナダさんがマジで嫌がって。すいません、1位がいきます。よし、勝つぞ、勝つぞ。はい、はい。僕も来た。間違えたってどうしたの。落ちちゃった。え、僕が来た。俺。絵がこんな感じで。はい、ということで、罰ゲームお疲れ様でした。プレゼント交換、皆さん、お時間ない中プレゼント選んでいただいてありがとうございました。今回ね、YouTube で出ていただいたことすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。しい、ありがとうございました。はい、ということで、じゃあ、まあ、告知とかって一応しておきますか。ちょっとしましょう。はい、6人のパラレルワールドオーケストラも本日と一緒でですね、今年10周年を迎えています。ツアーやですね、ベストアルバムのリリース、この後は品川ステラボールで、10周年のファーストツアーのファイナルが4月にありますんで、はい、ぜひこれをご覧の皆様遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、我々ロイズとですね、同じく今年、10周年ということで、9月28日には、トロスピットの方で10周年記念ワンマンライブをやります。それに向かって47都道府県ツアーもありますので、ぜひとも、ご覧の皆様遊びに来てください。よろしくお願いします。まあ10年続くことは本当にさっきオフの時も話しましたけど、ほんまにめちゃくちゃすごいことなんで、みんなとね、たくさんの人とお祝いできたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。